マルティン・オンドラー・チェクは、チェコ出身のチェロ奏者。チェコ在住。チェコ共和国北西部に位置する、ホムトフス出身。6歳からチェロを習い始めミルコシカンパに指導を受ける。プラハ音楽院のヤナー・チェクアカデミー修士課程を、卒業。2004年には、ピアノのヤナ・イエンシー・コバート、バイオリニスト、カシワラ・オクラの3人で30相談、プラハガリアーノトリオを結成。 チェコ国内各地で演奏会を行った。ピアノデュオで2005年パドは国際コンクール室内学部門第1位を受賞している。2007から2008年にかけてタイフィルハーモニー管弦楽団に招聘され在籍。同時にバンコクのマヒドン大学音楽学部講師も務めた。帰国後にチェコ共和国テップリツへのテプリツェフィルハーモニー管弦楽団主席チェロ奏者に就任。 2012年1月からは、チェコ共和国カルロビバリ交響楽団主席チェロ奏者に就任。ホムトフのホムトフ私立芸術学校音楽科で、チェロ専攻講師も務める。ありがとうございます。